はい、どうもエルザです。それではペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。今回はダイヤの島を探す旅ですね。まあ大体方向的にはこっち側かなという感じで、まっすぐ行っちゃいましょう。さあ中心過ぎて、さあなぜかめちゃくちゃ入り組んでる。めっちゃ出た。あ、見つけたね。あれダイヤかな。いや、これはスピードだ。スペードか。まあ行ってみますか。上はスペードかなってなるとね。あら、一人いるね。黒ひげ危機一髪みたいになってるね。多分上のマークがスペードと。これは島を指してたのかな、もしかしてね。わあ大変な、仲間助けなくちゃ。紫そういう助け方か。今助けるぞ。助けて。この後に私の仲間いるはずです。あと3人いるね。あ、出てこない。あ、この樽もか。あー、しくった感あるな。まあ大変な、仲間助けなくちゃ。そうなんだけど、そうなんだけど、これ多分ね、一回出ないとダメだね。はい、出まーす。でもあと2人か。さあ、あれ違うってことか。あ、いた。さあ青月中、この上がね。あ、こうやって行けるわけか。ほい、来たー。ほい、わあ大変な、仲間を助けなくちゃ。押す。あすっ、あー、まだダメか。緑、あー、あれってことは最後の一つが当たりー。あ、すっぽんぽんやねんか。生まれたてやったね。助かりました、ありがとうございます。お礼に大海原に隠されたお宝の場所をお教えします。は、服がない、恥ずかしい。今さら。さあ、そしたら、まあ、お宝もなんだけどさ、ダイヤの島を見つけないとね。お宝っていうところじゃない限りは、そんなに、コインらしいコインっていうのはなかったね。あれ？あんなでかかったっけ？さあ、ダイヤ。すごい、高い。これって何島？
大海原にそびえ立つタワー、これは海原タワーもっとまともな名前あってもよかったと思ったんだけど、多分ここだろうね。いやでも3つのオーブ手に入れるのにないんだよな、まだダイヤの島がね。うん、まだちょっと早かったか。すごい高い首痛い、果てしなく高くてお皿に刺さってるみたい。紫テープも一緒に上まで続いてるみたい。あー天空か。折り紙と煙は高いところが好きって言いますものね。そう、登る方法がね、オーブがないのよね。よし、剥がすだけ剥がして、やっぱオーブがないね。ダイヤ島、ダイヤ島をとりあえず探そう。ちょっとヒント見てみよう。はいはい、メモしたマーク。でしょう、やっぱ真ん中にあるってことだよね。まさかサルベージしろとかじゃないよね。まさかね。まさかっぽいね。当たりだったね。サルベージだった。これは海の底に巨大なダイヤとは、古代人もびっくりだな。さあ、発見。そうか。さあ、鍵刺しちゃいましょう。違うな。あれ？そっち？いや、ちゃちゃちゃ。さすがに回さないとね。さあ、カチッとはめて。お、中に入る感じなんだ。へえ。中はどうなってるんだろうね。おー、すごい。神殿だ。すごい。ダイヤの中がこんな風になってるなんて。木とかお家もあって、まるで島みたいですわ。ほんと島だね。海底に眠るダイヤの中に陸地とは、これはまさしくダイヤ島だな。ダイヤの鍵を手に入れ、よくぞここへたどり着いたな。ここが楽園か。ここでは、力、知恵、勇気の3つの試練を受けることができる。ゼルダかな？それぞれの試練を乗り越えられれば、その証としてオーブを授けよう。では幸運を祈る。どこからでも好きな神殿に入り、試練を受けてオーブを手に入れよう。オーブ、何それ、商品みたいなものかしら。まあ何かもらえるなら試しにやってみます。やろうやろう。なんだこれ。あら、この魔法陣初めて見ますわ。いろんな力が湧いてきます。これなら私どの神様にもなれちゃうかも。はー、そういうのもあるわけね。じゃあまず左から順に行こうかな。土神様。さあ土神様を呼んで、ちょっとね、久しぶりに見ときたいのもあるからね。
そういうこと？あ、そういうことね。選びなさいってことね。上に行きすぎてちょっとびっくりしたわ。では土紙使いましょう。さて、しっかりと下ろそう。あ、セーブポイントもある。久しぶり見たな。セーブポイント、よし、行こう行こう。さあ、試練はどんな感じかな。さあ、まずは力の試練、3つのステージを乗り越え、オーブを手に入れる。はい、受けます。一体どんな試練なのかな。なんにもないですわ、この部屋。力入れすぎて損しちゃった。それでは力の試練始める。次々と出現するブロックを時間内に全て壊してみせよう。イエッサー。力なんだね、これはね。ほい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 。ほうほうほう。でっかさあ、まずクリア。意外とアクション系だった。さあ、続いてバトルのハンマーが使える。 B でハンマーを振りかぶり、タイミングよく A を押すとエクセレントな攻撃ができる。 B で A なんだ。はあ、そういうこと。むしろちょっとめんどくさいというか、まとめて壊せるってことね。あ、じゃあエクセレント出した方がいいんだ。なるほど。よし、危ねえ。ギリ。最後食べ判断しなくてよかったな。危ねえ危ねえ。まさかタイミングゲーが出てくると思わなかったな。お？力の試練のラストステージ。目の前にある巨大な杭を時間内に床まで打ちつけよう。はあ、杭の上に乗るがよい。はい、乗りましたー。まさかジャンプ？バトルのハンマーとブーツが使える。そうだね、エクセレントだね。まあ、ジャンプの方が個人的には。よし、終わり。2番目が一番難しかったかもな。さあ、おめでとう。テンション高えな。さあ、オーブを受け取りましょう。力のオーブをこれでゲットだね。さあ、調べる。さあ、オーブゲッチュ。
わーい、マリオさんってとっても力持ち。危なかったけどね。さあ、次、水行きたいね。知恵が一番嫌だな。ちなみに、これ燃やすとどうなるんだろう。単純に見てみたい。さて、燃やすと何も起きず起きないのか。んじゃ水だね、水。よし。で、さらに土紙で下げないとね。まあ、さらに伸びることはないだろうけど。さ、下がった。あれ？マジで？いや、いけないか。後回しにするか。ちょっと休憩もして、ひと息ついでに美味しいキノコは、キノコか、売ってるの？あ、ほんとだ。キラキノコ、キラキノコ大盛り。じゃあ大盛りもらっとこう。へえ。風か。水だよね。多分土神さん使ってもあんまり意味なさそうな気がするんだけど、多分同じように上に上がるだけな気がするんだよね。ほら、何も意味ないしな。なんか一つ足りない気がするんだよね。さあ、ちょっと上行きますか。わあ、面白い山。あれ、何かの動物？リス、ウサギしか違う。クマさんですわ。あれ、クマか。そうだね。ちょっと、水の力でどうこうとかできるけど、氷の力が欲しい。あ、ほんとだ。クマさんだ。マリオさん、私も多分、同じこと思ってるかも。とっても寒いですわよね、ここ。どうしてこんなに寒いのかしら。ピン。さすが私もこれはピンときました。これって多分、氷神様がいるのかも。氷なんだ、やっぱ。そうと分かればいつまでも寒がっててもお寒いだけですわ。
ほら、氷神様も笑ってるし、私たちも頑張りましょう。結局、氷神がいるのね。よし、先生。アイスブロスか。やっぱそうなるよね。2マス空いてないもんな。いや、どうだ、応援してみるか。はい。190だと？あ、時間切れ。なるほどね。ヒントの数が変わる感じか。キラファイヤー使ってみるか。強い。で、追い半で行こう。さあ、敵のアクション。出る気しないんだよね。攻撃力高いね、相変わらずね。よしよし。ダメージも高えな。もう半分近く削られたもんね。さあ、滑るけどダメ。ジャンプがまさかできない。いや落ちすぎ落ちすぎ。1コインね。はい。ああ、やっぱジャンプがうまくできなかった。そうか。もう一回、チャレンジ。ああ、ダメだね。よし、やめよう。足場があればと思ったけど、そう来る？今まで頑張った苦労は。回復出たからよしとして、綺麗に落ちるな。
さあ、これで OK。 はいはい。壁叩いて進むと。でこっちはちなみに、ああこういう感じね。ほぼ通れそうな感じするけどね。さあ久しぶりの神様ステージか。横は行け。つららが、つららが落ちてきた。すいません、ずっしんずっしんしないでください。まあ、するよね。20ダメージはひどくないかい？お、しかもウェーブバトルか。どうしよっかな。こうかな。よし、成功。どうしよっかな。2回できるけど、やっぱ先にこっちだよね。ピラボイハンマー投げよう。よし、来た。よしよしよし、これ決まればこっちが楽だね。そうか。じゃあ追い投げていこう。よし、あとは神の力で終わりだね。火の神様は攻撃は初じゃないかな。さあコインもゲット。いや単純に大変だったわ。さあ神の手。さあ叩いて、もう一回叩けば道ができたと。おお、滑る滑る、落ちた。しかもそっからもう一回。なんで。ほい、ギリ。わあ、氷神様のお顔がドアップですわ。歯はとっても丈夫そう。どんなに叩いても簡単には折れなさそうですわね。あー足りないか。いや、こっちではないと。多分これ勝手に壊すっていうか、どうだろうな。ドーンと叩くと、あ、やっぱ止まるね。はいはいはい。もう一回やり直しか。
都合のいい氷やな。やはり出てきたか。どうだ？微妙だ。ブロスだけ揃えよう。で、とりあえずね、ファイヤークラワーで攻撃しておいて、で次こっち、ハンマーはトゲメットは普通に倒せるからね。いや、倒せない。倍率上がってなかったからか。ダメージ高すぎるわ。トゲメットか、トゲゾウじゃないからダメージが違うってか感じか。さ、ハンマーで叩いて終わりにしよう。さあクリアー。相変わらず強いね。これで、よし、いけたそりゃ滑るよね。さあ魔法陣、ここ叩く。鼻を押してって痛そうだねさあ階段ができた。アイスフラワーと、いやまだまだ続く感じだね。めんどくさそうなギミックじゃないですか。いつぞやのだね。あ、避けても良さげだね。これでいいね。
そうだね、試しておきたい。いや、倒せないだろうな。ファイヤーにしとこう。便利すぎる。あー、でも倒しきれないんだ。あ、違う。まあ、しゃあないね。36。えっくいダメージ出るな。ほう。これでいいんだ。いや、わからんな。いまいちわからんな。アイアンブーツで踏んでおこう。そういうことね。上に乗ってるもので、そういう変更があるわけか。はい、キラポイ。48でかいね、このキラポイはね。はあ、遠くの敵。なるほどね。いや、何かと長期戦。踏んで終わり。よしよし、また2万コイン貯まったね。これはどうなる？いや、ハリボテメットって会ったことあるっけ？一回もまだ会ってない気がするな。で、あれは取れない。取れるけど、取れるね、取れるね。よしよしよし。通り過ぎたら戻る感じだね。落ちた。やると思ったよ。さっさ。よしよし、間に合った間に合った。ああ、戦うのね。これしか覚えつかない。なんか多分手はあったんだろうな。ちょっとあまりにもめんどくさいから。いや、ダメージ高えな。さあ、敵のアクション。おお、スーパーヒップドロップ。ジャンプ攻撃は効かない。さて、こうなると、どうかな。
1回だもんね。投げとこう。ハンマーは潰せるんだね、上のものもね。なんか心なしかマリオの顔もちょっと白いよね。キラ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 アイアン。ああ、キラっぽいでもね。追い投げにして、うん、これでいこう。回収回収。さあ、まだまだだね。また何か使うんじゃないかなと思ってるんだけど、そんなことないのかな。だってやっぱそうだね、使うよね。さあ、アイスブロス。ファイヤーフラワーだね。そうだよね、若干1マス違うんだよな。回すんでしょう。で、そういうことか。あ、まあ大体分かった気はしたけど、まあまあまあ燃やしとこう。難しいんだよな。とりあえず一体にするためにファイヤー使っておいて、さああと一体。どうしよっかな。どうせあと行ったんだろうね。よし、ガード成功。さ、ジャンプ。なあ、やパズルむずいね。おお、それなら潰しておきたい。あ、でもそういうことではないか。どんのここがあればいけるって感じだね。なるほど。仕方ないか。よし、
もう一回戻って出直しだ。ほんと便利な氷だよね。まあ、敵もいなくなったことだし。横でしょ？ダーンって言って。ん？一個壊して、で、でここ壊してあとは進めば OK。 おお、いい飛びっぷり。戻りまーすそういう感じか。となると、何かしらこれ使うんだろうけど、動け気配がないね。あら？多分こっち側なんだろうけどね、来るのがね。やっぱ戻れない、倒すしかない感じか。そうなると、よし、場外退場ありがたいね。怪しいよね。まあ、ウェーブ戦か。キラポイは強いね。キラキラハンマーにしよっか。かな、やっぱブロス倒す感じかな。もう全然近づいてくれないもんね。うん、よし。こんなんでいいのかな。全員倒してってありえるかな。あ、そういうことか。いうことね。お、大丈夫だったね。あー、やっと進め方が分かったところだね。なるほどね。
これ入ると？お宝出てきた。氷神様の頭部像。やっぱ熊なのかな？もう一回そうか、超シンプルやったね。結構ボスまではまだまだ遠い感じかな。よし、じゃあ時間的にもかなりちょうどいいんで、この辺りにしましょう。多分、そろそろ、ボスっぽい感じはしてるんだよね。あー、なんかそんな感じするね。ボスっぽい感じがするね。ちょっとね、時間もいい感じなんで、今回ここまでにしたいと思います。まあ、氷神様との戦闘になるかなと思いますね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。